は何作るんですか？今日はペッパーランチ。お店の名前だけど、そうだよ、うん、ペッパーライスではないと。え、分からん。ペッパーランチ、ペッパーライス。おキャプテンズ。ネビ見てるだけでやばいやつ。
ながらね、質問が、はいはい、まあ普通にお互い気になる話とかもしていこうと、うん、行きましょう、思います。イエイイエイ。3人の出会いはいつどこでみたいな、知り合ったきっかけは、うん、2回目の、なしね、きっかけ、きっかけはでもあれか、あっていうの女子会、うん、ユニーカー女子会、うん、じゃない、そうだね、それ前にまずインスタでパワーが上がったり、うん、なんで繋がったの、ね、なんでだろう。でもアッキーはこっちがフォローしてて、なんかスニーカーの、うん、なんかフリーペーパーみたいなやつに貼ってて、アットモスのやつかな、かな、あれ、これのやつじゃない、あ、うん、回ってる、それはその後だ、あ、そう、その後、うん、その前に何個あって、それってなんか、うん、駅前で会った、うん、すぐ分かった、あ、そうだそうだそうだ、ばったり、え、そう、ばったり、まあ、あれ、こんな近くに来てるんだ、うん、びっくりした、で、今度遊ぼうってなって、すごい、いいね、いいね、ちいちゃんとのインスタです、まあ、みんなインスタね、インスタ、スクラム、の、もしかしてスニーカーが、つながりだったのかな、もともとの、うん、年齢感覚もあってね、うん、確かに、うん、よく仲良くなりまして、そうだね、今に見たいな、ちーちゃんがこっちにね来てくれた、YouTube が始まった、そうだね、
て今からお風呂入ろうかなって思って、でも、うん、あー動きたくないって思ったタイミングで LINE が来たので、うん、あ動かしてさあ行くよって行けました。なるほど、ね、ありがとうございます。30年なんか最近 やってるとなんだろう、あの夢の中でも起きちゃって寝れない。よくないで寝る間際にかかるのかな。結構なんかアドレナリン出ちゃうじゃんあれ、うんうん、で、ね、寝るから、うん、興奮したまま寝てる。早めにやろうか。睡眠を考慮してくれって。ぶっちゃけと。いいよ。かけなくていけるんじゃないかな。